話の間が怖くって喋り続けてしまうのは営業マンの性ではありますが、このおしゃべりが命取りとなります。そこで今日は、皆様お疲れ様です。即決営業の榎本です。最近いろんな営業マンさんとお話をさせていただく中で、売れている営業マンさんと売れていない営業マンさんとの違いがはっきりと見えてくるようになりました。いろいろ違いはありますが、その中からまずは一つ、売れている営業マンさんはやはり共感して喋らせるのがすっごくうまいんです。私もお客様の立場で喋らされていると、とても気持ちよく心地よく楽しく時間が過ぎていきます。完全に心の扉が開いて契約をしたという経験は多々あります。お客様に喋ってもらうことが大事と分かっていても、警戒心が強くなかなか口を開いてくれないとか、ついつい沈黙に耐えかねてベラベラ自分だけが喋ってる、こんな経験ありませんか？ちなみに私はあります。営業初心者の頃、マシンガントークで喋り続けて、気がつけばやってはいけない誘導尋問、つまり全部自分で喋っているわけです。結果、いい商品だと思いますけど検討しておきますで、ゲームオーバー。営業歴が長い営業さんでもこれよくあることで、意識しないと改善されず制約率が上がらないという結果に直面してしまいます。お客様の立場で考えると、営業にペラペラとおしゃべりをしたら売り込まれてしまうと警戒をしていたり、過去売り込まれた経験をたくさんしている人は口が重くなるという傾向は強いですね。話の間が怖くって喋り続けてしまうのは営業マンの性ではありますが、このおしゃべりが命取りとなります。そこで今日は、お客様を喋らせるテクニックの一つ、沈黙をご紹介させていただきます。この沈黙作戦で勝負されてみてください。即決営業。まずはお客様の返答に対して、オウム返しをして3秒から5秒沈黙です。例えばこんな感じです。契約が取れなくて悩んでるんです。あ、契約が取れないんですね。1、2、3、4、5と、こんな感じです。実は人は、話をしている相手が沈黙してしまうと、自分が喋らなきゃと思ってしまう生き物だそうです。この沈黙している間にお客様は話そうとして、頭をぐるぐる回転させています。そして話し出します。そうなんです。お客様の考えますが攻略できなくって、と本音を話し出したりするのです。つまり口が重い人、喋らない人ほど、これくらいの間を十分取れば喋ってくれるようになるということです。これでも喋らない人には、オウム返しと質問を合わせて沈黙してみるのです。お客様の考えますが攻略できないんですね。ちなみに具体的にどんな感じですか？沈黙。1、2、3、4、5。と、こんな感じです。これで次に喋る役割はお客様です。売れる営業マンはこのテクニックを無意識レベルで自由自在に使っています。しかもお客様がイメージできるようなトークを使って質問を投げかけ沈黙します。お客様は自らイメージをし答えていくので、契約というゴールに向かって話は動いていきます。できるだけ自分は喋らず、相手に喋らせる。これを意識するだけで制約率は上がります。どんなお客様でも実は自分が喋りたいと思っているということ。売り込まれると断れないからと営業を警戒したり、自分に自信がないから喋らない。この考えを基本に落とし込んでください。お客様の得意な分野のお話を引き出すことができれば、無口な人でも警戒をしている人でもペラペラおしゃべりを始めます。お客様に喋らせることでトップセールスマンになった人もたくさん見てきました。ぜひご参考にされてください。即決営業。ではまとめさせていただきます。お客様を喋らせるテクニックは沈黙。お客様の返答に対してオウム返しをし、3秒から5秒沈黙。沈黙することで何か話さなきゃと思い、
とっさに考えなくても話せる本音を話し出したりするんです。これでも喋らない人にはオウム返しプラス質問プラス沈黙です。質問で終わるとお客様は回答しようとします。お客様がイメージできるようなトークを使って質問を投げかけ沈黙しましょう。売れる営業マンはこのテクニックを無意識レベルで使いこなし、自然とお客様を喋らせながら契約に向かって商談を進めます。ぜひお試しください。皆様の制約率が上がることを願います。この動画から何を感じどう行動するかは皆様次第です。皆様が成功することを我々即決営業にも応援させてください。我々株式会社即決営業は皆様の制約率をアップさせるため、東京新宿セミナールーム、大阪難波セミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今より大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという方は東京大阪ウェブでの無料セミナーにご参加されてみてください。右上のリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加いただけます。よろしくお願いいたします。皆様の商談数、成約率が上がることを願っております。一緒に頑張りましょう。即決営業の榎本でした。ありがとうございました。